はですね、平日主婦の夕方から夜寝るまでを撮っていきたいと思います。6時、7時、8時、主婦はやっぱり皆さん脳みそフル回転フィーバータイムだと思うので、ご飯作ったりとか、ご飯あげたりとか、お風呂入ったりとか、お風呂入れたりとか、寝かしたりとか、自分も寝たりとか、はい、そういう様子をちょっと記録していけたらなと思います。ということで、今から私はこのね、シャカシャカを着てどこに行こうとしているかというと、薬局に向かいます。病院から処方箋紙でもらったら、それ写真撮って、写メ撮って、写メってもう死後かやばいよね、写真撮って LINE で送って、薬の準備ができたら LINE が来るっていう、はい、そういうのがあるんですけど、はい、ちょっと取りに行ってきます。ついでにおむつが安くなってないか見に来ましたが、なってなさそう。最近おむつも値上げすごいやんか。マミーポコパンツってあるやん。あれ、どんどん枚数減っちゃってね。マジで。外で歩く練習して、帰ってきたらすぐ寝ちゃいましたね。今日結構寝てる気がするんだけど、やっぱり歩くの疲れるのかな。ちょっとだけコーヒー飲もうかな。全然入ってねえわ。実はここ3ヶ月ぐらいずっと考えていたことがあって、チャンネル名変えようかなと思って。やっぱり3代目ファンの人多いだろうしなみたいな感じで、でも投稿する内容はだんだんこう先生関連の、子育て関連の内容も増えてきて、じゃあ何に変えようって思ってさ、3代目ファンですよっていうことと、ママ、子育てしてますよっていうのが、この2つがいいようにこう合わさった名前、チャンネル名なんかないかなってずっと考えてて、結構むずくない？だって全然異ジャンルじゃん。全然その3代目とか全く関係ない人、多分同じママさんなのかな、わかんないけど、卒系の人も多分増えてきてんだよね今。ちょっと前まで動画上げるたびに登録者数が伸びて減って、伸びて減って、本当に3歩進んで2歩下がるっていう言葉がマジでぴったりなぐらい、本当にちび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 増えていってるみたいな感じだったのね、ちょっと前まで。それは多分3代目のコンテンツだけ見たいよって人が外して、で新しく子育て系の人たちが来てくれてっていう感じで、多分今この新陳代謝ではないか、なんていうの、入れ替え中なんだよね今多分私のチャンネルね。でそれは全然それでいいと思ってて、なんでかっていうと、これからも子育て系のネタはどんどん投稿していくつもりだから、ね、なんかここ最近ショート上げて1000回回んなくても登録者だけは増えてて、やっぱり卒系の人が登録してくれ始めてるのかなっていうのと、あとね、なんかちょくちょく着入期の案件 PR お願いしたいですみたいなメールくんの。うん、あんね、私の搾乳時代もうとっくに終わってるから遅いよ、言ってくんの遅い、ごめんなさい、もうできない、もうできない。うん、そうだから、そういう依頼が来るってことは見られてるってことだよね、その子育てジャンルとしてね。だから変えてもいいやと思ってっていうんでね、いろいろ考えててね、昨日そのチャンネル名のアイディアの紙が降りてきた。いつものように YouTube 見てて、誰かがそのビッグマムっていう単語を言ったんですよ。え、ビッグマム、ピカーンってきた。え、このビッグマムっていう単語なんか文字れなくねと思って、で思いついたのがメイトマム。どう？メイトマムと先生。メイトってさ、ファンじゃない人からしたらメイトって何って感じだと思うけど、3代目ファンの人だったら絶対にわかるじゃん。メイト？どのメイトのこと？って。で、マムじゃない。先生。もう先生はもう先生って、もうあだ名でね、やってきてるから、もう先生。で、YouTube の方をメイトマムと先生、アットメインハウスにして、TikTok の方をセカンドハウスにする。ね、いろいろ迷ったのよ。本邸と別荘とかさ、あとさ、今朝キングダム読んでて、 YouTube をメイトマムと先生アット本人でもハウスってつけたら、ね、その主婦感あるじゃん、ちょっと子育てっぽくない、ママっぽくない、ハウスってやっぱり家で撮る動画めっちゃ多いし、このチャンネル名にしたら挨拶できるんですよ。メイトマムと先生のメインハウスへようこそ。ということで今日はどう
あのさらっとしれっと買えるから、うん、しれっと買えますね。ということで夕飯作りですね。ほうれん草を茹でたいと思います。お風呂は気持ちよかったですか？Repeat after me. ママ。ママ。ソフトクリームじゃねえんだわ。では私もお風呂に入りたいと思います。ダララ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 ラあーどれいけイエーイ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 タイリア結婚式の時こういう感じだよ。先生の夕飯は今日はこれにします。ジョクシジョクシジョクシあ、うんこしてる。うんこ？うん、うんこ変えよう。うんこしたの？うんこしてる。変えといてもらっていい？洗濯干しは。はい、うんちした子。変えた。あー、取った。自撮りしてんの？お猿さんは？お猿さんどれ？押して。うん、これゾウさん。お猿さんはこれ。ね？覚えて。お猿さん、鳥さん、カエルさん、ゾウさん、ライオンさん。お猿さんどれだ？お猿さんどれ？カエルさんそれ。ここからちょっと自分の時間に入りたいと思います。今日は実はお昼 TikTok の撮影もしててですね、で今 YouTube の撮影もしてると、はい、今日撮影デーにしました。で、今日撮った昼に撮ったやつをちょっとね今からね編集しようかなと思います。腹減ったな。しかも今さ北海道で美味しいもの10個食べるまで帰れませんっていう動画見てんだよね。セルフ拷問。寝る前のオイラの一人語り、今って幸せだなって思うんだけど、昔妊活してた時ってなんかその妊活自体もそのいろいろ大変だったし、それプラス実際ね妊娠したら、まあ、出産っていう体験をすることになるわけじゃないですか。順調に十月十日いけばやっぱり出産ってさ人生で一番痛いよみたいな、自分に体験できるのか。いやでも待てよ、世の中お母さんなんていっぱいいるじゃん。何億人の人たちが
出産って体験してきてるわけだから、まあ、自分も行けたりするのかなとか、でもその出産に対する恐怖が常にあったというか、こうふとした時に想像したりして不安になる日々を過ごしてたんですけど、もう今は済みなんで、はい、結構過酷だったし、産後がね切開したから、だからもうそのさ不安に駆られることはもうないから、ふとした時にあの怖さに怯えるっていうあの日々がないだけで、うん、なんかすごい今幸せだなってふと思いました。もちろんその先生の誕生とかそういうのはもうもちろん前提としてハッピーハッピーという感じで私の平日の様子をお届けいたしました。マジリアルでしょ。 YouTube だからちょっと綺麗に撮ろうとか一切ないからリアル 100%。 あ、メイトマムと先生メインハウス&セカンドハウス TikTok、 はい、よろしくお願いします。